それだけはレース展望です。この時間は12月2日金曜日の展望を行ってまいります。解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日木曜日は園田金牌が行われましたラッキードリーム6馬身差の圧勝で見事に10勝7勝目、姫山菊花賞について金牌も制したというレースになりましたけどもね。まあね、まあ、陣営にしてみればね、はい、このレースをおそらく勝つために連れてきたと言ってもね、はい、うん、いい馬だと思うんでね、1着賞金3000万というね、まあ、賞金です。ちゃんとね目標を達成しましてさ、はい、まだちょっとはっきり聞いてませんけど年明けからのローテーションとかね、うん、はい、まあ、大きなとこをこう狙っていくんでしょうけど楽しみですね。そうですね、まあ、来年はダートグレードにも挑戦したいというね、はい、話をされていましたけれども、まあ一方の仁義の方は出遅れがねやっぱり響いちゃいましたね。まあ、スタートがねちょっと惜しまれますけども、やっぱりね最後2着来てメンツは保ったんですけども、そうですけどもね、ちょっと絶望的な着差になってしまいまして、まあ、あの位置取りではね、はい、本来我々レース前はあの逆ぐらいのポジションをイメージしてますんでね、まあ、ちょっとどうにもなりませんでしたけど、はい、まあでもね、あのファンに最低限の責任は果たしたかなというところですね。仁義のリベンジの機会があるかどうかというところで ね、 あ、そうですね、まあ、3連覇逃しましたけ ど、 そうですけども、ね、まだまだねこの2頭対決続くと思いますから、ね、うん、はい、まあ、ラッキードリームがねあの遠征前になっちゃうとね仁義との対戦がまたなくなってしまう可能性あるんですけどもまあでもどこかでまた見たい対戦ではありますよ ね、 あると思いますよ。はい、さあそれでは明日の展望を参りましょう。今週は金曜日も開催ございます。全部で12レース行われます。11レース10レースこの2つ展望していきましょう。まずは11レースです。日高軽芝農業協同組合特別 A2 と B1 混合戦1870m 10頭です。瀬戸さん印こう入りました。まずは3番のアキュートガールに本命です。まあ、移籍後3連勝ということでいずれも強い内容での勝利ですね。まあ、そうですね、もう内容は、ね、完璧なんですけど、まあ、うがった見方をすればね、はい、まあ、砂をかぶらずもう極めて楽なスムーズな競馬ができてるんでね、うん、はい、そういう形にならなかった時にどうかと、砂かぶってどうかというね筋量も増えますから、今回しかもね前走比また2キロ増えますんでね、はい、その辺ちょっと不安がなくはないんですけどね、うんうん、まあでも見渡したところねメンバー、はい、五分に出れば逃げれそうだね、まあ、コクシネルという馬がね時々主張することはありますけどもね、はい、うん、まあ五分に出ればしかも1008ですからね、まあ行かれてもいくらでも3コーナーまでに切り替えていけると思いますんでね、うん、はい、まあおそらく花、うん、最悪でもスムーズな2番手と見ればね、はい、まあ、ここはちょっとこう逆らえないのかなという気がしますけどね。はい、今日のメインを勝った新しき勇者下原騎手のコンビでというね、アキュートガールですね、はい、明日もう一丁となるかどうか、そして7番シークレットローザに対抗の評価、はい、こちら前走 B1、ね、B2 の混合戦勝って今回 A2 に上がりました。はい、まあ、A2 はね結構レベル上がるんで簡単じゃないんですけど、はい、まあ、この馬もでも夏にね、まあ、重賞で2着がある馬ですからね、サマーク印象、はい、まあ、前回も結構きつい流れ最後直線外きっちり、ね、うん、捕まえましたし、でその任したねバイスリヒトという馬が今週、はい、ちょっとね直線もたもたしましたけど最後グイッと突き抜けましたんで、うん、はい、決してねレースレベルも低くなかった、低くなかったんでね、はい、そういう点では決め足発揮すれば結構迫れるんじゃないかなという気がしますね、うん、はい、で次1番タガノキングロードは前走3着など休んで今回 B1 に降級となった馬です。はい、そうですね、うん、まあ、その分こうあの筋量面でね、はい、恩恵ありますし、で、ね、でリフレッシュ明けですけどかなり、ね、向こうで乗ってきたということですからね仕上がり良さそうですし、まあ、JRA 実績からねこのクラスで通用しないってことはないと思いますんでね、はい、まあ、吉村騎手を乗せてきた以上はね、うん、力出せるとみたいですね。はい、あとは白三角2頭でまず8番クリエイトザライフ前走7番人気で2着と構想しました。そうでしたね、まあ、アキュートガールにはね、まあ、完敗でしたけど、はい、もうラチ沿いぴったり走ってね、うん、経済コース走ってうまくね立ち回ったんですけど、うん、まあ、ただ気になるのはねあの時が前走が連投だったんでね、はいはい、まあ、その疲れが残ってなければいいんですけどね、うん、まあ、1008で枠も外目でもう一工夫求められますからね、はい、
それから10番7カマルカ、はい、まあ、実績からはこの馬もっとね、はい、クローズアップしていいんでしょうけども、まあ、前回もねこのクリエイトザライフに内を救われる形で最後失速しましたしね、はい、やっぱり目に見えない疲れがちょっとあるのかなという気がするんですよね。まあ、走られたら、うん、もうねまとめて面倒見てもという馬なんですけど、はい、現状ちょっとこれぐらいの評価が妥当かなという気がしますね。はい、重賞での構想もねある馬なんですけれどもね、はい、以上の5頭評価となりました。ではフォーカス見ておきましょうかね。3連単で3番のアキュートガール頭勝負印れた4頭に流す馬券ということです。11レースのスタートは4時5分となっています。でもう一つは10レース尼崎城特別 B2 の 1400m 戦11頭です。瀬戸さん印こうなっています。まず5番のベラジオボッキーニです。この馬3歳馬で兵庫ダービー4着と実績のある馬、はい、半年休んでの復帰戦ですね。そうですね、まあね陣営かなりね期待してた馬でね、はい、期待してたんですけど、ただ体質の弱さというかね、うん、まあ、デリケートな面があって、なんかビシッと鍛え込めずにレースを使ってたようなところがあるんですよね、はい、素質だけに期待して、でまあね重賞菊水賞チャンピオンシップダービーとね、はい、3つ使ったんですけど、なんか消化不良というか、そういう結果に終わったんですけど、まあ、ひと夏越しての、ね、はい、成長度というのは期待できると思いますし、まあ、能力検査叩いてねだいぶシャキッとしてきたということなんでね、はい、まあ、それならばね、まあ、ここは、うん、いきなりから期待したいですね。まあ、小馬相手とはいえ B2 ぐらいでね、はい、ちょっと弱音は吐けないと思いますからね。まずは5番ベラジョボッキーニ、それから6番ゴールドマイヤー、こちら前走 C1 勝ちで昇級です、はい、そうなんですよ昇級ですけどね、この馬前回着差以上に強かったですしね、はい、まあ、負けてたね2着に負けてたレースとかもなんかこう立ち回りこうちぐはぐでね、うん、もったいない負け方してましたんでね、かなり能力あると思いますね、はい、こうまあ、外を回した方がいいのかね内が空くとも思いませんから、ちょっとコースロスは出そうでしょう、出そうなんですが、うん、ええ、決めて勝負になればねベラジオボッキーに休み明けだけにねうかうかできないなと、ちょっと食われてしまう懸念もあるんじゃないかと、まあ、それぐらいの可能性は秘めてますよね、うん、はい、2番のワンダーハート4連勝中の馬、前走は昇級花咲勝ちでしたね、はい、まあね休み明けからね本当いいレースしてますよね、はい、うん、まあ、ローテーションきっちり守れてるのもいいんですけどもね、ただこうね勢いはもう認めざるを得ないんですが、はい、前回もね、まあ、振り返ってみるとこううまくね逃げれたというのがありますし、名将ブラボーというね、はい、使ってればおそらく一番人気になったであろう馬の取り消しというね、そういう面もねちょっとこう追い風になってたんでね、はい、この連勝あまり額面通りに受け取っていいのかどうかというねとこはあるんですよね。まあ、もちろんここでポンといければね、はい、怖さはありますけど、ブリリアドロとか同系もいますんでね、そうですね、その辺あいろいろ考えるとこう単穴ぐらいの評価が妥当かなという感じですね、はい、近所も55キロになります。あとは4番と11番に白三角、はい、まあ、この2頭もね頑張ってるんですけども、まあ、前回ね共にやっぱりワンダーハートに負けてますんでね、うん、そうしてみるとこうなかなか重い印も入れづらいなという感じでね、まあ、状態の良さを支持してのこう連帯候補というとこですね、はい、ブリリアドロなんかも人気しそうですけどもね、あ、まあ、これはねブリリアドロとかもやっぱり逃げれば怖いですしね、まあ、他にもロイヤルザップとかも ね、はい、そうですね、気になる馬結構いるんですけどもね、まあ、あまり手を広げてもね、まあ、前段流だって久々の大型馬僕は軽視しましたけど、うん、力があるだけに怖いですよ、はい、ではフォーカスいきましょう。ここも3連単5番頭での勝負ということで12点外10レーススタートは3時30分となっています。ここまで解説大阪スポーツ瀬戸晴人さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。園田競馬来週は3日間開催です。この後もお楽しみください。